はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は未解決事件、名古屋市母子行方不明事件です。この事件は当時30歳の母親と当時3歳の男児が突然姿を消した事件ですが、それと同時にある一人の男性も行方不明となり、事件性が噂されています。また母子の自宅にあったカレンダーに解読できない謎の文字が書かれているなど、不可解な痕跡も見つかり、多くの謎が残されています。一体この母子の身に何があったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1989年7月26日午後1時ごろ、名古屋市千種区に住むルメイヤス・シナノさん当時30歳と息子のダライ君当時3歳が突然行方不明になり、その後この母子と同居していた無職の男性 N さん当時34歳の行方もわからなくなっていることが判明した。失踪当日午後、信濃さんとダライ君は名古屋市名東区にある父親の会社に翌月の生活費をもらいに来ており、その際明日の夜から 4,5 日間四国に自然食関連のイベントを見に行く、私のワゴン車で N さんに連れて行ってもらい向こうではキャンプをすると話していたが、それ以降連絡は途絶え行方がわからなくなった。その後の調べで母子二人と N さんは四国のイベントに参加していないことがわかり、 N さんの行方もつかめなかったことから捜査員が自宅を捜索したところ、2階の畳に20センチ四方の血痕が見つかり、その血液型が信濃さんと一致した。これらのことから3人が何かしらの事件に巻き込まれた可能性があるとみて、警察は3人の行方を追うとともに捜査を進めた結果、名古屋空港近くの駐車場で信濃さんのワゴン車を発見したが、その後も行方につながる物証や情報は得ることができず、この事件は多くの謎を残したまま未解決となっている。奇妙な同居生活。行方がわからなくなったルメイヤス・シナノさんはオランダ人男性と結婚してダライ君を出産したが、1988年4月に帰国して夫とは別居中だった。そして翌年の1989年3月頃、シナノさんはキャンプに行った先で N さんと知り合い、自然食や環境問題など関心分野が同じだったことから意気投合し、シナノさんの友人から N さんを止めてやってほしいと頼まれたことをきっかけに、N さんはそれまで住んでいた名古屋市名東区から千種区にあるシナノさんの自宅に引っ越し、同居が始まったというが、なぜ友人が止めてやってほしいと頼んだのかについては理由は明らかにされていない。しかし、シナノさんも N さんも定職にはついておらず収入がなかったため、製薬会社の子会社の社長だったシナノさんの父親から生活費を援助してもらっており、毎月25日か26日にシナノさんが父親の元を訪れ、約20万円を現金で受け取っていたとされ、家賃などの生活費はシナノさんがほとんど負担していたという。ちなみに同居していた N さんについては、大学を中退後にデザイン関係の仕事をしていたとの情報があるが、失踪当時なぜ仕事をしていなかったのかについては明らかになっていない。また失踪直前、シナノさんは両親に男性からプロポーズされたが受けるつもりはない、1週間くらいしたら出て行ってもらうつもりと話すなど、信濃さんは N さんとの仲がうまくいっていないことを示唆する発言をしており、2人の間に何かしらのトラブルが発生していたのではないかとの見方がある。失踪の経緯。失踪当日7月26日午後1時ごろ、信濃さんは名古屋市名東区にある父親の会社に8月分の生活費を取りに来ている。この際、明日の夜から 4,5 日間四国に自然食関連のイベント塩の祭りを見に行く、私のワゴン車で N さんに連れて行ってもらい向こうではキャンプをすると話していたが、それ以降連絡が途絶えたため、両親が調べた結果、信濃さんは塩の祭りに参加していないことが分かった。また26日午後9時頃、信濃さん宅の隣に住むニュージーランド人夫婦が信濃さんと会話を交わしており、その時
信濃さんは四国旅行のことを話していたとされ、特に変わった様子は見られなかったというが、これが最後の目撃情報となっている。一方、N さんは7月27日、信濃さんの自宅の大家に家賃を振り込みたいと電話しており、大家が今すぐには口座番号がわからないと答えると、N さんは明日また電話する、信濃さんと子供の二人は先に旅行に出発した、自分もこれから追いかけると話し、急いだ様子だったというが、その後 N さんから連絡はなく、家賃が振り込まれることはなかった。また隣に住むニュージーランド人夫婦によると、29日頃まで N さんが信濃さんの自宅に一人でいるのを目撃しており、その時 N さんは自分は後から信濃さん親子に合流する予定だと話していたとされ、それ以降 N さんも姿を消しているが、四国に向かった形跡などは確認できなかった。その後、信濃さんのワゴン車が自宅からなくなっていることが分かり、心配した信濃さんの両親は心当たりを懸命に捜索したが、信濃さんとダライ君の足取りをつかむことができず、9月11日、警察に捜索願いを出した。車の謎。捜索願いが出された1ヶ月後の10月11日、名古屋空港近くの駐車場で信濃さんのワゴン車が預けっぱなしになっていることが判明し、車内には旅行で使用するはずだったキャンプ用品や革製のサンダル、食料を入れるための発泡スチロールなどが残されていた。駐車場の職員によると、7月29日午後3時頃に30代と見られる男性が一人で訪れ、8月10日までの駐車料金9000円を支払い、今から福岡に行くと話していたことが分かったが、この男性が信濃さんと同居していた N さんだったのかについては、証拠が何も得られず不明のままとなっている。また車のガソリンはほぼ空の状態で、最後に給油されたのは7月20日だったことが分かったが、信濃さんは普段あまり運転をしていなかったことから、このガソリンは26日から29日にかけて消費されたとみられ、最大で130キロほど移動した可能性が推測された。そのため警察は想定される範囲内をくまなく捜索し、ワゴン車のタイヤに付着していた土の分析から行動範囲を洗い出すなどしたが、結局3人の行方につながる手がかりを得ることはできなかった。その他、飛行機を利用した可能性を考え、国内線の乗客名簿を調べた結果、3人と見られる乗客は見つからず、飛行機には搭乗していないと見られているが、偽名で搭乗している可能性までは排除できなかった。血痕と謎の文字。依然として3人の行方をつかむことができなかった警察は、何かしらの事件に巻き込まれた可能性があるとみて、11月18日、信濃さんの自宅の捜索に踏み切った。室内にはパッキング済みの旅行用品やテントが残されており、ゴミ箱から信濃さん直筆の旅行計画のメモなどが発見されたことから、実際に旅行の計画はあったことがわかり、信濃さんのバッグと財布もなくなっていたが、パスポートが残されていたことから海外には行っていないとみられた。そして捜査員が2階に上がったところ、事件性を裏付けるような不可解な痕跡が発見された。それは6畳間の畳に牛乳瓶1本分に相当する200ミリもの血痕が20センチ四方に広がり染み付いており、さらに押し入れの布団から2センチ四方の血痕が見つかったことだった。その後の鑑定によって、これらの血痕は B 型だと分かり、信濃さんの血液型と一致することが判明したが、古い血痕で資料の状態が悪かったことから、当時の技術では DNA 型は検出できず、信濃さんのものだとは断定できなかった。この血痕の発見によって、信濃さんは何者かに襲われた可能性が浮上したが、室内からへそくりと思われる現金34万円が発見されたことから、強盗目的の犯行の線は薄いと見られている。また室内の壁にかけられたカレンダーにある不可解な痕跡が残されていることが分かった。そのカレンダーは7月だけ日付に斜線が引かれ、何かを待ちわびるような様子がうかがえるとともに、26日と30日の部分にはオランダ語と見られる単語が書かれていたため、筆跡鑑定をしたところ、信濃さんの筆跡ではないことが判明した。それら
実際の映像は26日の枠に書かれた2つ目の単語は解読不能となっており、下半分には斜線も引かれ、翌日まで矢印が伸ばされている。30日の枠には午後2時に空港から出発するような単語が書かれているが、行き先などの単語はなく、これらは結局誰が何の目的で書いたのかは解明できず、何を意味するのか全くわからなかった。ある宗教団体とのつながり。実は信濃さんと N さんは自然食品や環境問題だけでなく、仏教やヨガなどにも関心があったため、室内の本棚には多くの宗教書があり、その中には複数のオウム真理教関連の本があった。その後警察が調べを進めると、信濃さんと N さんの二人は過去にオウムの施設に出入りしていたことが判明したため、失踪との関連が疑われたが、捜査の結果二人が信者だったのかは分からず、オウムが関与した証拠なども発見できなかった。しかし警察が信濃さん宅に捜索に入ったわずか数日前の11月4日、坂本弁護士一家殺害事件が発生し、後にオウムによる犯行だったことが明らかになったことから、この失踪事件にはオウムが関与していたのではないかとの見方が根強くある。また他の新興宗教団体が関与している可能性も指摘されているが、別の宗教団体と関わっていた証拠などは発見されておらず、第三者が自宅に侵入した形跡や争った形跡もないことから、失踪の謎は深まるばかりとなっており、現在も3人の遺体や遺留品なども発見されていない。事件の真相とは。1990年1月26日、警察はこの失踪事件の公開捜査に踏み切り、チラシ配布などで情報提供を求めたが、失踪からすでに半年が過ぎていたこともあり、足取りにつながる有力な情報を得ることはできなかった。実は信濃さんの父親が当時未解決事件を扱った番組の司会者だった坂東英二さんと25年来の付き合いだったことから、この失踪事件は一度番組で取り上げられ、父親自身も出演し、一人きりの娘と孫なので早く見つけてやりたい、生死はともかく何があったのかだけでも知りたいとの思いを訴え、情報提供を呼びかけているが、その願いは叶うことなく、テレビの力を借りても事件に進展はなかった。そして手がかりがないまま、事件から17年が経過した2006年、ついに信濃さん親子に親族から失踪宣告の申し立てがなされたとの情報があり、申し立て人が両親ではないため、父親はすでに他界している可能性があるという。果たして3人は一体どこに消えたのか、事件に巻き込まれた可能性はあるのか、この事件の真相とは。この事件で信濃さんと同居していた N さんは、当時のテレビ番組の中でオウムの出家信者が着るような白い法服を着た写真が写し出されていたとの情報があるため、確かな証拠などはありませんが、オウム信者だった可能性が高いように感じます。仮に N さんがオウム信者だったとすれば、信濃さんも信者だった可能性が浮上することから、この失踪事件は当時噂されていたようにオウムが深く関わっているような気がします。実はこの事件が起きた同じ年の2月10日、オウム教団から脱退しようとした男性信者が麻原の指示によって殺害される事件が起きており、その約2年後の1991年にはスパイだと疑われた女性信者が殺害される事件も起きています。これらのことから、仮に信濃さんが信者だった場合、何かしらの事情によって教団から命を狙われたと考えることもできます。だとすれば、教団の指示によって N さんが拉致に加担した可能性が考えられるため、カレンダーにオランダ語で予定を書き込み、空港近くに車を預けることによって自らの失踪に見せかけたのかもしれません。そして N さん自身も教団の秘密を知ってしまったために消された可能性が考えられます。この事件はすでに34年もの時が経っているため、信濃さん親子が生存している可能性はかなり低いと感じます。そして自宅から血痕が発見されるなど、状況的に事件性がうかがえることから、
やはり同居していた N さんとの間に何かしらのトラブルが発生し、それが失踪の引き金になったと考えるのが最も自然だと感じます。これは私の想像ですが、 N さんはプロポーズを断られたことを根に持っており、何かしらの口論の末に信濃さん親子を殺害してしまったのではないでしょうか。そして信濃さん親子の生存を偽装するため、遺体を浴室などでバラバラに損壊し、車でどこかに遺棄しに行ったとすれば、信濃さんのワゴン車が少なく見ても130キロも走行していたことも納得できるとともに、車から血痕や血液反応が検出されたとの情報がないことも納得できます。仮に遺体を損壊していたとすれば、一人では時間がかかると思われることから、29日頃まで一人で自宅にいたとの証言も辻褄が合っており、大家に家賃の件で電話したことも、あらかじめ時間がかかることを予測した上で月をまたぐ可能性を考え、振込先を聞いたのかもしれません。自宅のカレンダーに書かれたオランダ語についても偽装工作の可能性はありますが、少し腑に落ちないことは、あまりにも字が汚くて偽装工作とは思えないということです。その上、わざわざオランダ語を書いていることも不可解だと感じるため、実際に旅行計画はあったと見られることから、信濃さんがダライ君に書かせた可能性も考えられます。もちろんこれらは私の想像であり、自宅の血痕をそのまま放置していたことや、オランダ人の夫のコメントがないことなど、不可解な点がまだ多くあるため、事実は全く違うかもしれませんが、仮にこの事件が失踪を偽装した殺人事件であれば、 N さんについては現在も生存している可能性はゼロではないような気がします。皆さんはどんな考察をするでしょうか。